同盟地図が見たい。ハイサムからルンデンに行くよう頼まれた。どんな場所だ？ハルフダン・ラグナルソンが何年も前に制圧しようとした治安の悪い町よ。彼をことごとく退けた。どうも町が怪しげな集団に支配されてるようだ。古き結社というらしい。正体を突き止め始末することを望んでる。それで住民は助かり同盟を確立できるってな。荒れた町だから行ってみる価値はある。北の門から中に入って調査するといいわ。そうしよう。よかった。気をつけてね。ルンデンのクリップル門か。まともな役人が見つかるかもしれないな。落ち着け。頼むからこらえてくれ。この残骸はすぐに片付ける。落ち着くんだ。頑張ってハミーさん、すぐ帰れるから。ある意味羊飼いだな。まるでそんな気分だ。それで用件は？町の長はできれば会って話がしたい。トリガー総督、4年前から勤めてる公正なデーンだ。トリガーが？一日の大半は古い屋敷の中であらゆる悪事に対処してる。一日の大半は古い屋敷の中であらゆる悪事に対処してる。アムゴスの命令だ。トリブンをもらいに来た。収穫もだ。で、どうなってる？話中だ。諸君、上納し終えた農民からさらに絞り取りたいなら請願書がいる。請願書だ？ならそこの頑固な商人に伝えろ。リンゴが欲しきゃ口にくわえろと。それはハミーさんのものだ。早くしろ。剣が現し、くわえるんだよ。恐ろしいほどの戦いぶりだな。お前もなかなかやる。ロールド、食料税を払った者の名を控えておいてくれるか。さて、あんたはトリガー総督に用があるだな。我がカラスの戦士団と友好関係を築ける者に用がある。あんたがそうならいいんだが。ええ、違う。トリガー総督がそうだ。俺は修大官。ルンデンの西半分を任されてる。修大官？それがなか？変わってるな。大官は地位だ。名はストー。ルンデンのストーだ。武骨ななりにあった武骨な名だ。喧嘩が強い奴は好きだぞ。拳の振るい方を知らなきゃ、ルンデンは堂々と歩き回れない。世辞を言ったつもりはないが。あ、では、率直な意見をありがとう。スト、総督のもとに案内してくれ。ぜひ会いたい。え、A は持ち場に、群れは羊飼いに、我らはトリガーのもとに。それであんたは、ゴロツキを倒す者、デーンの潜水か。カラスの戦士団、エイボル。北に定住地がある。ニーン川を少し外れたところだ。
そうか、借りができたな。あんたは頼もしい味方だ。それで、ここがルンデンか。巨人の築いた町と聞く。確かにそう言われてるな。ここは恐ろしく古い町だ。だが俺を引きつけてやまない謎がある。俺は西側の壁の先にあるサクソンの居住区で育ったんだ。ルンデンウィッチだよ。使徒の成果を学んだよ。だが司祭じゃないんだな。ああ、彼らの世話にはなったがね。よく出世したものだと思うが、元は一文なしの孤児だ。それが今や泣く子も黙るルンデンの代官か。そうだ、トリガーが俺を引き立ててくれた。彼は生まれで俺を判断しなかったんだ。そしてその右腕と左腕が俺とデーン人の兵士エルケだ。ルンデンに長くとどまったバイキングたちがいて、エルケはその孤児だった。確か 2,3 年前のことだ。トリガーの元で彼に出会った。以来二人で親みたいに街を見て回ってる。土地の子供とよそから来たデーン人。ルンデンにはまた何か変だぞ。鉄の匂い。この地は新しいな。一体何があった？どうしてこんな。嘘だ。そんな、なんで。3本目でなくなってた。残りの12本は見せつけるためのものだ。主よ、この者たちを導き、絶えざる光の照らす見舞いに至らしめたまえ。よそ者は外せ。これは俺たちの問題だ。警戒しなくてもいい。エイボルとはクリップルモンで一緒に戦った、例の駐屯地のゴロツキどもだ。うん、あのクソどもの相手が務まるならかなりの強者だな。スト、連中を捕らえる時だ。もう野放しにはできない。このでかい襲撃はお前らも狙ったものか。それはなかなかいい質問だ。お前がエルケか。2番目の代官だな。エルケ・ボードルソンだ。それでこの腹黒野郎が俺を2番目と言ったのか。東側では1番だ。心から信頼してるやつだよ。人を見る目がないストーに言われてもな。エルケ、エイボルだ。俺たちと友好を結ぶためにトリガーに会いに来た。トリガーなら快く迎えただろう。信頼を大切にしてたからな。その結果がこれだ。分かったことは。今来たばかりだ。犯人どもは書簡を残した。遺体にな。その辺を見てくる。トリガーには常に護衛がついてた。どうやって近づいたんだろう。知り合いだったに違いない。怪しまれずに近づいたんだからな。なんてことだ、いくらでもいるな。町の総督だったんだから。この書簡、これは調べた方が良さそうだ。キリスト以前のヒセラリシ宝を奉ずる異教徒の結社、ローマより来たる。エルケ、前に総督が話してたものだ。ルンデンに恐ろしいことが起こると。三人の異教徒が結社からルンデンに潜り込んだとある。犯人のことだろう。これは何だ。みだらな手紙だ。愛人から、いや愛人たちからの。彼の机にあった。ああ、なんだ。まあ、あいつは目移りが激しかったかな。知らなかった。考えたこともなかった。お前には知られたくなかったんだよ。だから隠してた。何か。町の古びたレンガを塗り直せるほどの地以外にか。理髪外科医の道具だ。綺麗な切り口で肉を立てる。これでトリガーの頭部を切断したに違いない。3人の足跡がある。他の2人に比べて1人はかなりの大きさだ。ろくでもない死に方だな。おっと、手に何か持ってるな。
トリガーのとは違うか。ああ、ローマのもののようだな。開けた書簡に入ってたんだろう。死んでも握りしめてるんだ。この衛兵には重要なものなんだろうな。そのせいで殺されたのか。何が起きたのか分かってきたぞ。トリガーは座ったままいられて書簡を読んでたんだろう。護衛の一人は印象を持って逃げようとした。だが助からなかった。二人目の犯人が見つかったんだな。で、首を吊られた。吊ったのは大柄な男だろう。三人目は目を奪った。で、トリガーの首も切る。象徴的だ。頭をなくした大将と目のない衛兵。殺しは冷静だ。何らかの通告だろうな。足跡から三人は揃って立ち去ってる。中庭へ戻った。書簡は三人の異教徒に触れてる。分かるのは二つなのみだ。ヒル、弓矢、包囲系。差出人の名はキリストの貧しき戦友か。キリストの貧しき戦友、妙な名だ。三つの名、三人の殺人者。その通りだな。くそ、ルンデンの誰かも分からない。誰を信じればいいんだ。この部屋にいる人間だけだ。過信するな。分からないことが多い。弓矢は血の気の多いデーンの侵略者と書かれてる。そんなのルンデンにいくらでもいるぞ。ヒルはウェセックスの出らしいが、それもルンデンには大勢いるな。包囲系はフランク人の船長か。少し珍しいが思い当たる顔はない。この紋章は何だ。そいつはミトラス神殿にあるものだ。来る途中で見かけた。ミトラス神殿、教会か。教会？冗談だろ。ミトラスは異教徒の言う神だ。この都市を築いた大昔の兵士たちに崇められてた。卑怯者が町にのさばってる。憎しみに満ちたこの行いの元をたどらねば、次は俺たちの番だぞ。この町で意味を持つのは血と権力だと言っただろう。それに合わせるしかない。彼をこのままにはしておけない。俺が何とかしないと。スト、教会に任せろ。いや、俺の役目だ。俺が送る準備をする。分かった。時々は外の空気を吸いに出ろ。ここは血の匂いが濃すぎる。さて行くか。この件は町中に知れ渡る。神殿の調査は任せたぞ、エボル。場所はこの東だ。俺はしばらく代官の仕事に専念しなければならない。下がれ下がれ。もう戦いは終わった。じきに集会で話がある。もし代官たちが意見を変えるなら片付けるか。ルンデンの王様には傀儡を立てる。まあ、ストーはまともなようだ。信用しておこう。ミトラス神殿、ただの古い遺跡にしては厳重に守られてる。入り口を探さないと。見つからないようにしないと。
外科医の道具か。精巧な作りだ。屋敷のと似てる。そして手紙、鍛冶屋への支払いの指示だな。包囲系は立場が上のようだ。弓矢に西の市場で弓手を集めるよう指示してる。行ってみるか。ヒルと包囲系が交わしたやり取りだ。癒しと解体、ヒルは変わり者だ。だが決定権は包囲系のものだな。これだけ集まれば十分だ。ストーとエルケに見せてやるとしよう。ルンデンにはまだまだ血が流れそうだ。数人ははしゃぎそうだが。話を聞いて回るくらいの価値はある。そう言ってるだけだ。トリガーが殺されたのはお前が街路樹を植えたり屋根を直したかったからじゃないだろう。少しはカラスの餌場らしくなったな。エイボル、何か手がかりはあったか。ベラムシを何枚か。秘密結社の仲間同士のやり取りだ。奴らは古き結社と呼ばれてる。古き結社、聞き覚えのない名前だな。目的は何だ。説明すると長い。だが言っておく、私は連中を倒すためにここに来た。ルンデンでは包囲系が頂点に立ってるようだ。弓矢とヒルはその手下だな。隠し名に秘密結社か、馬鹿げてる。こちらからできることは何かないのか。弓矢はそれなりに戦いを経験したデーンだ。なからして弓矢の使い手だろう。ルンデンに逃れてきたデーン人の間に不和をばらまいてる奴に違いない。俺がそいつなら自分の同類に紛れる似たような兵士たちの中だ。弓矢は包囲系の指示を受けて西区の市場で兵士を集めてる。その場所ならわかるぞ。ヒルは肉を欲しがってる。奴隷を求めてるようだが、その理由はわからない。最近船着き場で死体がいくつも上がってる。奴隷以外もいたぞ。行方知れずになった人間が数箇所で見つかってる。バラバラでな。そんなひどい。包囲系は謎に包まれてる。名は多く上がるが手がかりはほとんどない。確かフランク人の船長だと言ってたな。そいつを見つけるにはテムズ川を行き来する船を見張る必要がある。船長は一箇所にとどまらない。どこか遠くで身を潜めてるかもしれないな。まあ両腕を切り落とせば黙ってもいられまい。なかなか容赦ない手を考えるものだ。弓矢とヒルを始末してじっと待つ。包囲系が自ら姿を現すのをな。すぐに行動を起こそう。弓矢とヒルを探して始末する。包囲系が港に出てくるぞ。ストー、ここにある西区の市場で落ち合おう。分かった。では俺は船着き場に向かう。また引き上げられた死体があるはずだ。そいつはヒルの仕業かもな。主は我らと共にある。主の皆によりて進む道に感をあらんこと。
エイボル、西区の市場にようこそ。こんなところに役人が来たら皆警戒する。なぜマントをかぶらない？顔を隠せと。そんなことはしない。法の番人が目を光らせてると知るべきだ。弓矢を見つけ出したら次はヒルと包囲系だ。結社には覚悟してもらおう。弓矢と集めた兵についてはどうだ？噂だが、ここのどこかでコインを配ってる男がいる。それが弓矢の手下が仕切る腕試しへの参加資格になるようだ。男なんて腐るほどいるだろう。そいつは紛れ込むのがうまいんだ。今のところ見つけられてない。調べてこよう。待ってろ。エイボル、エルカのことをどう思う？ちゃんとやってるだろ。エルケがどうした？悪い。このところ考えがまとまらなくて。俺は長く代官として主の正義のために戦ってきた。その意向を知らしめるため俗念は捨ててきたつもりだった。だがエルケとの友情は捨てられない。なあ、その通りだ。話すのはいいことだ。気が楽になる。心が軽くなれば思考の霧も晴れる。そうだな。聞いてくれて助かった。すぐコインを探そう。この辺にいるか？俺はこの先にある聖パウロ聖堂に戻る。幸運を。ビールがある。こっちだ。そういうことならついてくよ。酒はもう切れてるな。味ってものを知らないのか。私は知らんかな。見せて。それが例の指の腕くらみに出られるコインか。おい、あっち。うまくいった。このコインにはルンデンコロシアムが含まれてる。何しに来たの？参加？観戦？腕の立つ弓手を探してるなら役に立つぞ。この勝負は身内専用よ。招待されてる？お前の仲間たちがコインを気前よくばらまいてる。これでいいか？いいわ。話を続けましょう。でもまずどれだけの腕前か見せてもらうわ。一度鳴らしたかったらどうぞ。練習は間に合ってる。始めよう。怖いもの知らずなのね。では始めましょう。これは単純な勝負よ。砂が全て落ちる前に全部の的に当てるだけ。新しい挑戦者が来たわ。マーシアの北の荒れ地から来たノース人よ。そして現在一番の弓上手セア。よし、狙いをつけて。弓構え、矢をつがえ、撃て。残りの砂は半分よ。そこまで弓を下ろして。エイボルの方が勝ってるわね。空飛ぶカモメの目だって射抜ける。一遍勝ったくらいで偉そうに言うなよ。大したものね。弓矢の隣に立つ資格ありよ。きっと喜んで迎えてくれる。ローマ門に行って仲間のフッサに話を聞いて、エイチの父の導きがあらんことをというのよ。そうすればあんたが仲間だとわかるから。お前がフッサか？ああ。でお前は？エイチの父の導きがあらんことを。知識の母の助力があらんこと。そこに立ってろ。弓矢が来たらしっかり胸を張れ。動くなよ。ルンデンの友よ、兄弟よ。
良き市民よ。我らは試練にあっている。恐ろしい一週間となった。卑劣な罪人どもが総督の館に侵入し、その尊い命を奪ったのだ。トリガーは我が友であり、我らの長である。そのトリガー総督がまるで犬のように殺された。よそ者ども、敵によってあの二人の代官はどうだ。我らを導けるか。トリガーを知らせた愚か者だ。奴らはこの町を安全という。だがトリガーは知っていた。私は彼と分殿を守る真の計画を明かされている。北ではノーサンブリアの叫び狩りのデーン人が幅を利かせ、南ではウェセックスのアルフレッドとその民がたむろしている。総督はこう言われた。アームゴスよ、我らに必要なのは強固な壁と強固な軍隊である。今総督に代わりその祝願を果たす。軍殿の良き人々よ、我らが新たな精鋭旧兵団を活目してみ、この精鋭たちはスプリンガルドと共に配備される。陸や川から現れる侵略者どもを迎え撃つの。それだけではない。この球団の嵐が止むまで私が総督の意志を継ぎ、我らが美しき町を守ると約束しよう。もちろん私はトリガーにはなれない。彼は鋼鉄の柱だった。だが私は鋭意努力しよう。皆の矢となる。皆を真の未来へと導いてみせる。これに不満を抱く者たちも中にはいるだろう。私を貶めんとする者、ルンデンの持つ力を弱めんとする者だ。友よ、その者たちに耳を貸すな。私はルンデンに、そしてあなた方に仕えている。ルンデンは繁栄をもたらす場所だ。この繁栄はブリテン中の王国隅々にまで広めねばならない。もはや偽りの王もその者らの嘘も必要ない。ルンデンの真なる力、古き道に耳を傾けるのだ。ルンデンを治め、ブリテンを治め、世界を治めよ。秩序と真実のために。Presto a Perias dei Finast. Sperate, canna! Abram, Abram! ネズミを戦士に仕上げるのはな。引き手、構え。お前は誰も導いてない。恐怖を植え付け、追い詰めただけだ。引き絞れ。第一夜、放て。いや、私は奴らに命令を与え、奴らに目的を与えた。相通ずる敵を示したのだ。鶴を揺らすな。第二夜、放て。私は奴らの怒りを導く矢だった。敵がいなければ我らは自らを食い尽くすことになる。こやつは真実を語った。敵を持たぬ者は己に敗北する。どれだけ言い分を重ねようと、お前は所詮大殺しの臆病者だ。よく言ったものだ。お前もきっと同じことをした。狙え、さらに。Thank you.
無事だな、主よ、感謝します。下ろしたての弓を持ったヒナの寄せ集めなどにはやられない。弓矢は少年だったと。子供じみた考えのやつだった。名はアブゴス。アブゴスだって、そんなバカな。証拠がいるなら奴の首を槍に刺して持ってくる。よせ、信じる。だがアブゴスは古い友人だ。殺しの理由がわからない。彼はルンデンを怒りの釜と呼んでた。軟弱な若者を固く焼き締めるための。俺はその本当の姿から目をそらしてたんだろう。野心、欲望、そして怒りだ。一人の憎しみは見分けやすい。大勢の者は真実を覆い隠す霧になる。権力だな。人々は醜く争い、全てをかけてそれにしがみつこうとする。まったくだ。家族の血にまみれた栄光など虚しいばかりだというのにな。アブゴスは片付いた。次はヒルを追う番だ。エルケが鳩場にいるはずだ。あんたを待ってる。包囲系が現れたらすぐに知らせる。では俺は聖パウロ聖堂にいる。いい知らせを待ってるぞ。気をつけろよ。これはヒルの仕業か。ああ、毎日見つかってる。死体はいくつ上がってる？かなりの数だ。ヒルの仕業なのは明らかだな。言い切れるのか？目玉がくり抜かれ、空っぽの穴になってる。トリガーの護衛と一緒だ。ここは日に何百人も通る。誰も死体を捨てるところを見てないのか？川岸だからな。街中の後ろぐらい取引が集まってくる。ストーの方も同じだ。船着き場だけじゃない。あの繊細野郎はどうした？やつが心配だ。ヤワダがすれてない。あいつのおかげでアブゴスを見つけられた。十分だ。アブゴスか。やつを見ると嫌な感じがしてた。手を打つべきだったな。ヒルはどうだ？何か気配は？エルケ、あの子じゃないんでしょ？ギーだ。あんたの娘じゃない。落ち着け。ああ、フレイヤ、感謝します。あの子がここで見つかるんじゃないかって。あの子は鍛冶屋の使いで、この船着き場に何度も来てた。大抵は夜よ。もう耐えられない。鍛冶屋で働いてたのか？場所は？鍛冶屋の名前も場所も何一つ話そうとしなかったの。あの頑固な子、もう二日も姿を見てない。不安なの。ここは何が起きてもおかしくないから。娘の仕事は何だ？使いっ走りみたいな。届け物をして、代わりにお金を受け取って、鍛冶屋に戻って。鍛冶屋の名は分かるか？いいえ、あの子教えてくれなくて。知ってたらこの手で叩きのめしてやるのに。他に思い出せることは？レグナがルンデン橋の下をフラフラしてたって近所の人が言っててね。それを聞いてもう不安で。ではそこから当たろう。ありがとうギーダ。怪しい鍛冶屋、帰ってこない娘、手がかりになりそうだな。宵のルンデン橋か。調べてみるとしよう。よし、俺はこの辺りの騒ぎを落ち着かせる。それとエーボル、船着き場の周りでは常に気を配れ。おい、誰に言ってる？奴をつけよう。行き先を知りたい。
金は受け取ってきたか？ん？お前誰だ？友だ。金はお前の仲間が持ってる。あいつとどんな関係だ？かくまってる。誰かに狙われてるって怯えてた。はあ、腰抜けめ。あの娘とは大違いだ。やたらと気が強かったな。その子はどうした？数日前に具合を悪くしたんで、良き修道女フリーデスウィズに任せた。町の治癒士だ。フリーデスウィズ。骨を折ったり腫れ物ができたり、出産で血を流しすぎたり、何でもすぐ治しちまう。いろいろな道具が必要そうだな。ああ、まあそうだな。いろいろな注文を出してくるから、要望に合わせて作ってやってる。それも今日までだ。すぐに終わる。ヒルはここで犠牲者を解体した。慎重に行かないと。青の一つに緑が一つ、祭壇者の証よ。とても不思議でとても綺麗。あなたのおかげで人はまた理想に近づけるわ。少女の遺体目だ。一人だけ、それでたどり着ける。もうよせ。ああ、あなた。我らは死者を集めるんだ。修道女、お前は我と同じだ。ずいぶん殺したわ。数えきれない。研究に熱中しすぎたのかも。でも必要なことよ。古き者たち、調停者は私たちを簡素な部品で作った。とても壊れやすく直しにくい。だから改良が必要なの。人はより強く素早く賢くなれる。私なら血管を直し、より優れたものにできた。人は血と肉と魂でできてる。それだけですでに完璧だ。あなたの目はとても素敵。終わらない。そうなの？少女の遺体。目玉が抜き取られてる。おそらく行方不明のレグナだろう。終わった。おお、昼を片付けたか。名は分かったのか。修道女だ。
名はフリーレスウィズ。なんだって、良き修道女が。嘘だろ、彼女は聖人だ、治癒してくそ、確かにそれなら全部説明がつく。知り合いか。前に足が折れた時に助けてもらってな。あの時はもうダメかと思ってたんだ。あの人のおかげだ、傷も残らず完璧に治った。これで医術は後退するな。彼女なしでは四大駅の時代に逆戻りだ。全てはこれのためだった。人体の秘密、奴が人を治せた理由だ。人を殺した理由でもある。外道女の外道な行いだ。綺麗事だけじゃ済まない世の中だ。ああそうだな、俺も並外れた執念で名を広めた。自分は変えられない。これもまた執念だ。罪を犯して得た発見と考察の全てが書かれてる。俺はそいつを燃やそうと考えてる。正しいと思うか。あらゆる治療法が記されてる。腫れ物、骨折、貴重な知識だ。我々は愛する者のために戦い、血を代償に勝利を得る。この本は良き修道者の戦場、奴の王国だ。かもしれんな。死んだ者たちは生き返らないが、その犠牲に意味を持たせることはできる。用があれば聖パウロ聖堂にいる。包囲形を探っておこう。強者よ、感謝する。外に面倒なのが集まってる。エイボル、俺たちは来たのに気づかなかった。こうなる気はしてた。お互い隠すのはやめたんだな。ああ、俺はストーに惹かれて、ストーは俺に。そして認め合った、お互いに。外の様子はもう見たか。どうもおかしな空気になってるぞ。叫び声なら聞いた。アブゴスとフリーデスイーズの死で皆さっき立ってる。包囲系もその連中の一人だといいが。それは間違いない。だがこちらの準備はどうなんだ。ひとまずここまでの状況を整理しよう。トリガーは信頼する配下によって殺害され、首を切り落とされた。弓矢ことアブゴスは俺たちの仲間だ。奴はルンデンを結社に引き渡そうとした。そして良き修道女、あいつも裏切り者の一人だった。ルンデンの聖女フリーデスイズ、奴はヒルとしてこの町を屠殺場に変えてた。キリスト教の司教が教会に代わって謝罪してきた。包囲系の対策について話そう。分かってることを並べてみるか。ああ。カラスの羽ばたきが弓を折り、忌まわしきヒルは血を失った。大河の導き手が激憤に戻りきて、狼は喉笛を噛み切らんと牙を研ぐ。これはまた、あんたにはオーディンの司祭があるな。何を考えてる。包囲系はフランク王国から来た船乗り、船長だ。船底に穴を開けられたらそれは気に食わないだろうな。ヒルと弓矢を消された以上反撃してくる。いつどう出てくるかは分からないが。それに加えて奴は正体を隠してる。つまり臆病者だ。地獄で焼かれろ、初代官ども。閉じ込められた。他に出口はないのか。そうだ、窓がある。そこは塞げないはずだ。任せろ、二人は扉を頼む。まだ糸を紡いでる。それは俺たちが生きるんだ。行くぞ。
閉じ込められてる。やかりしない。上から町を見てきた。港に新たな船団の影がある。大池か、あの野郎。アブゴスが作ったスプリンガルドを奪えば、侵略者に矢の雨を浴びせてやれるんだ。俺なら横に回って船団の脇をつくけどな。あの野獣の首を切り落とせば、結社の奴らは楽に倒せます。一人で行く。その方がお互い安全だ。何が起きようと今夜必ずケリがつく。神が我らを導き我らを守りたまわんことを。無茶はするなよスト。終わったらまた会おうエルケ。絶対だぞ。幸運を我が友よ。歩いて海を渡れそうな状態だな。なんとしてくれやまで抵抗する気だ。
手にできないなら燃やす。そういうのは子供のやり方だ。ルンネンなど知るか。ブーディガの選択は正しかった。レンガと漆喰でできた小枝目だ。火をかければとても美しく燃える。その燃えかすを収めるか、お前の思うまま支配するか。お前にはそうできる力がある。お前が勝ち取った力だ。ルンデンでの役目は終わった。もう十分だ。ルンデンは始まりだ。結社の力はお前の小舟がたどり着くよりはるか遠くへと。忘れるな、古きとの取り合いよ。海を行く男には富と栄光が待っている。だが同時にあれくる万能と憂いでも、俺たちはそんなに。出してくれた選手を。半分溺れて半分焼けてる気分だよ。そうは見えないぞ。その剣ほど血まみれでもないしな。包囲系は死んだ。ルンデンの行く末はお前たち次第だ。きっと立て直す。壁を強化し家族を再会させで、木材用の石を埋めだ。今それを言うか、エルケ。まずはゆっくり祈らせてくれ。では共に祈る。ではまた会う日まで。呼びかけに応えてくれると信じてるぞ。仲間を求めてルンデンへ来てよかったな。二人も見つかった。よし、つわもの、これを受け取ってくれ。この銀の腕輪にカラスを止まらせるという、俺がトリガーから買ったものだ。あんたはこれを手にする資格がある。嬉しいよ、エルケ。誇りを持って身につけよう。